刺されてから30分以内にアナフィラキシーショックになります。軽症だったら市販のかゆみ止めでも大丈夫ですが、赤みやかゆみが強い時はが必要です。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。今日お話しする内容は、水ぶくれができる虫刺されについて、水ぶくれの原因、虫刺されの症状、虫刺されの原因、水ぶくれができた時の対応、虫刺されが後になる理由、治療と予防について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、虫刺されについて詳しくなれると思います。このチャンネルはニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに、正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。虫刺されって皆さんも経験されたことありますよね。虫刺されは蚊、ブヨ、ダニ、ノミ、ケムシ、ハチ、ムカデとかによって起こる皮膚炎のことで、手指症と言います。大体は2日ぐらいで自然に治りますが、かき壊してしまったり、刺した虫の種類によっては水ぶくれができてしまいます。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。水ぶくれは医学的には水疱といって、靴ずれを起こした時や細菌感染を起こした時にできて、皮膚の細胞が損傷を受け、組織からにじみ出てきた体液やタンパク質が皮下に溜まってできます。この水ぶくれは虫刺されでも起こります。どうして虫刺されで水ぶくれができるのかっていうと、虫が持つ毒液による刺激によって皮膚の細胞が傷つけられるので水ぶくれができます。他にも、虫が吸血するときに注入した成分に対するアレルギー反応、つまり体内に侵入した異物に対する防御反応で水ぶくれができます。虫刺されによって水ぶくれができるかは、どの虫に刺されたかよりは個人の体質によるものが大きいです。同じ虫に刺されても、人によって赤みだけ出る人もいれば、ひどく水ぶくれになる人もいて、症状の出方には差があります。あと、お子さんの場合は大人に比べて虫刺されによる症状が強く出やすいので、ご注意ください。虫刺されの症状は代表的なのは、皆さんもご経験されたことがあると思いますが、赤くてかゆい、痛い、水ぶくれ、腫れるですが、虫の種類によってはアレルギー反応が強く出て、気分が悪くなったりとか、お腹が痛くなったりします。で、本当にひどい場合にはショック状態になることもあります。虫刺されの原因で、まず代表的なのはご存知、蚊です。国内に蚊って130種類ぐらい存在するんですが、大体の虫刺されが一筋シマカか赤イエカ、チカイエカです。蚊って血を吸う時に唾液を注入するので、刺されたところが赤く腫れます。で、症状がどのように出るかはかなり個人差があります。たまに虫に刺されたところが赤く痒くなる以外に、血まめとかひどいかさぶたや水ぶくれができて、その傷跡が1ヶ月以上も残ります。で、他に熱が出たりとか、リンパ節が腫れたり、下痢が起こったりもします。このような方は蚊アレルギーとか分子過敏症とも言われていて、かなり稀な病気ではありますが、そういう方もいらっしゃいます。お次はブヨです。ブヨはちっちゃいハエみたいな見た目をしていて、蚊と同じように人の血を吸います。キャンプ場とか川で遊んだ時に刺されることが多いですね。赤みやしこりがしばらく残ることがあります。あとはアブ。アブは蚊と違って皮膚を噛んで出てきた血を吸うので、刺された時は痛いです。あと、ノミは猫ノミに刺された場合がほとんどです。名前の通り、猫はもちろんのこと、さらに犬に寄生していることも多い猫ノミですが、人を刺すことがありますので、ペットがいると室内でも刺されることがあります。猫の実は2ミリぐらいの羽がないちっちゃい昆虫で、オスもメスも野良猫とか犬の体に寄生して吸血します。犬の体に寄生した場合は1から3週間、猫の体に寄生した場合は2から5週間ぐらい生きていて、寄生すると10分以内に吸血して翌日産卵します。卵が室内のカーペットなどに落ちると1週間以内に羽化して幼虫になり、
この幼虫はカーペット、ソファー、部屋の隅っこなどの湿気が高いところで脱皮してサナギになります。サナギは湿度がある環境下だと数ヶ月生きていて、羽化し成虫になり猫や犬に寄生するんです。なのでカーペットや部屋の四隅は念入りに掃除機をかけて、猫や犬はノミの駆除を行ってください。ちなみに犬や猫に寄生している成虫の状態はノミ全体のたった 5% しかいなくて、卵、幼虫、サナギとして室内の中に存在している未成熟期のノミが全体の 95% を占めるので、室内の掃除をすることがいかに大切かがお分かりいただけると思います。他にもメスが公園とかの土があるところに卵を産むと、1週間ぐらいで幼虫になって直に成虫になります。公園で遊んでいると成虫が人間の皮膚に飛びついて吸血して、1日2日経ってから赤いブツブツができます。なので膝から下を刺されることが多くて、かなり痒いのでかいていると水ぶくれになります。ダニは室内で刺されるダニはほとんどが家ダニです。お腹、二の腕など服で隠れているところが刺されやすくて、家ダニはネズミに寄生しているので、ネズミが住み着いている古いお家やマンションには家ダニが出やすいです。だいたい寝てる時に刺されてます。それに対してマダニは屋外で刺されます。マダニはよくキャンプ場で刺される方が多くて、翌日なんか皮膚にくっついています。これを無理に引っ張ってギュッと取ると、マダニの尖った牙のとこだけ皮膚の中に残ってしまうことがありますので、マダニが皮膚にくっついているのを見つけてしまったら、自分で引っ張らずにお近くの皮膚科を受診なさってください。あと蜂ですね。人を刺す蜂はミツバチ、スズメバチ、アシナガバチの3種類ですが、蜂に刺されると蜂の毒の刺激作用によって強い痛みがあり、赤く腫れて水ぶくれができることがあります。しかも蜂の毒に抗体がある人が刺されると、アナフィラキシーショックといって意識が遠くなり呼吸が苦しくなってしまいます。こうなったらもうすぐに救急車を呼んでもらってください。ほとんどの場合が刺されてから30分以内にかゆみ、じんましん、吐き気、むくみが起きてからアナフィラキシーショックになりますので、数時間前に蜂に刺されたけどアナフィラキシーになりますかと心配される方がおられますが、歩いて外来にお越しになられている場合は大丈夫です。初めて蜂に刺された場合はアレルギー反応は起こりませんが、何度か刺されて蜂の毒に抗体ができた場合は、2回目以降に刺された時にこのアレルギー反応が出ます。あとムカデは牙で皮膚を噛んで毒成分を注入しますので、強い痛みや赤み、腫れが起きます。噛まれたところから線状に症状が出ることもあります。あとは蜂と同じようにムカデはアナフィラキシーショックを起こすこともあります。毛虫には針に毒があり、特に有名なのが茶毒蛾です。ツツジや椿の庭木にいますので、庭仕事の時に毛虫に触れて赤いブツブツが出ます。刺されたところをかいてしまうと、肌に刺さった毛虫の毛をさらにこすりつけてしまい広がっていきますので、絶対にしないでください。毛虫に触れてしまった時はテープで皮膚についた毛虫の針やトゲを取ってからシャワーで洗い流してください。水ぶくれができてしまった時の対応は、水ぶくれができてジュクジュクしている時は消毒はしないで、まずは石鹸で洗ってください。痒くてかいてしまうと細菌が入って化膿してシミや跡に残ったりもしますので、ステロイドを塗ったりかゆみ止めを飲んだりして炎症をしっかりと抑えましょう。特に子供の場合は、かかないでって言っても我慢ができずに飛び火になったりもしますので、早めにお近くの皮膚科を受診なさってくださいね。虫刺されが跡になるのはどうしてなんでしょうか。虫刺されってうまく治せないとシミみたいな変な色が残っちゃいます。これは炎症後色素沈着といって、皮膚を修復させる過程でメラニンという色素が沈着してしまうから起こります。虫に刺された時に炎症後の色素沈着になる原因は、早く治療しないからなんです。炎症後の色素沈着はニキビの跡や日焼け、
擦り傷の後でも起こります。こうした皮膚に炎症が起こると組織が傷つきます。傷ついた組織を修復する過程でメラノサイトが活性化され、メラニン色素が作られ、色素沈着になります。通常は皮膚はターンオーバーしていますので、このシミはいつかは消えていきますが、1年以上かかって消えるってこともあります。特に書き壊してしまって、炎症が長引けば長引くほど、メラニンが表皮から真皮に落ちてしまって、ターンオーバーで取れなくなってしまって、最悪完全にシミとなって残ることがあります。特に大人になると肌のターンオーバーが遅くなって後になりやすいですね。なので虫に刺された時は炎症を早く抑えるためにステロイドを塗ることが大切です。あとは紫外線対策もしっかりとしてもらいます。炎症が起きて赤くなっているところに日光を浴びてしまうとメラノサイトが活発になってさらにシミになりやすくなります。軽症だったら市販のかゆみ止めでも大丈夫ですが、赤みやかゆみが強い時は、ステロイドの外用やアレルギーを抑える飲み薬が必要です。ただ、治療は皮膚症状を抑えるだけになりますので、原因となる虫が身近にいると、また刺されてしまいますので、まずは怪しい虫には近づかない、触らないということです。何かに刺されたと思ったら、こすらず、水で洗ってよく冷やしましょう。虫は基本的には光を好むので、窓を開けたまま寝たりしないで、網戸を活用しましょうね。夏場でも虫に刺されそうだなーっていうところに行く場合は、長袖、長ズボン、首周りはタオルで覆って、皮膚が出ている場所を減らす。あと、虫除けグッズや殺虫剤を持ち歩くようにしましょう。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日は虫刺されについて、水ぶくれができる原因、虫刺されの症状、虫刺されの原因、水ぶくれができた時の対応、虫刺されが後になるのはどうしてなのか、治療と予防について皆さんにお話をさせていただきました。最近は海外から様々な生き物が国内に侵入していて、毒グモのセアカゴケグモ、これは噛まれるとめちゃめちゃ痛くて、筋肉痛、吐き気、下痢、頭痛などの全身症状を起こします。あとは輸入コンテナなどから国内に入ってきたヒアリも蜂と同じく毒針があって刺されるとアナフィラキシー症状を起こすことがあります。気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってみてくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるので、とても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。